HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かのこんばんは。二代目 FM 福岡ダジャレクイーンの森安まどかです。初代もやっとクイーンの植木奈緒です。あなたがお聞きの放送局は FM 福岡、そしてここからの時間は HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかのまどからをお送りしていきます。初代もやっとクイーンさん、そうです、自称久しぶりですね。久しぶり。前回は2015年7月、もうほぼ1年だね。いやでも7回目だってよ登場。そう、最多のメンバーらしいです、うん、最多多いんだけどね最多メンバーが多いんだよね嬉しい。そうなんですよ、ね、嬉しいです。今日もねもやっとしてますけど。もやっとしてるんだ。振る前に言うんだね。そう自ら言っちゃうんだね。自分で言っちゃいます。今日ももやっとしてますよ。え、声大丈夫？いや声ももやっとしてます。ちょっとそうだよね、いつにも増してるよね。いやなんか、うん、いつもちょっとガラッとしただよね声じゃないですか、うん、で普段喋る時も、うん、ここまでないんですけど、うんうん、こうやって喋るぞってなると、うん、声が緊張してあ、緊張した声なの今。なるほどね。そうなんですよ。じゃあちょっと力んじゃってるのかな。そう、声帯が力んじゃってこんな声なんですけど、すごい意気込みはあります。なるほどね、リラックスしてじゃあ行きましょう。はい、じゃあ最初のメッセージを紹介していきます。はい、渡辺さんネーム、嫁さん神尾さんからいただきました。ありがとう。植木、植木奈緒ちゃん、約1年ぶりの F 窓出演おめでとう。植木ございまどかすごい詰め込んだ、詰め込んでるね、うん、マドラーでありナオミンでもある僕にとってナオちゃんゲストの F 窓はまさに生きがい。この日をどれだけ待ち望んだことか。この2人が組めば百花繚乱、天下無敵、面白かわいい、もやっトーク間違いなしと言ってハードルを上げておきますね。楽しい放送期待しております。僕がまどかちゃんとなおちゃんを指名にしたきっかけはこの F 窓です。なおちゃんが初登場した時のこと今でも鮮明に覚えてますよ。宇宙人のような不思議すぎるキャラのなおちゃんにまどかちゃんが1週間やっていけないと言っていましたね。最高に楽しい放送でした。あれから3年、早いですね。お互いに成長したなと思うところをぜひ教えてくださいということです。でも F まできっかけで押してくれてるのってすごくない？うん、だって顔見えんわけやん。そうだよね、まどかのことは知っててもなおのことは声と話だけでいやーすごい嬉しいね。宇宙人って言われてるし。いやいや、どういう意味これ。宇宙人のような不思議すぎるキャラってあ、でも確かに、うん、初期はぶっ飛んでたよね結構。そう？うん、でも今本当にいい意味でさ結構大人になったじゃん。そう、大人になった、落ち着きが出てきて。まどかは、うん、私が気づかなかったその落ち着きに初期から気づいてるイメージだって初期からそんなに大きな変化はなくない？そうだよね、まどか、まどか自体がいつもキャラ一貫してるからね結構。いやすごい、それが、いやすごくない、すごくない、安定。いや落ち着きに気づくっていう表現がもうすごいよね。いや落ち着かなきゃって自分で思った時期がありまして気づいたのね。そう、ダメだと思って。なるほどね、落ち着きを意識し始めて意識してやってるのそう、意識してますよ。なるほどね、うん、面白いですね、こうやって面白い考えてみると、はい、続いてのメッセージは渡辺さんね、まあ、暁一号さんからです。まどかちゃん、なおちゃん、こんばんは。こんばんは。推しのまどかちゃんとなおちゃんが出るのを待っていました。しかし誰が出るかわからない謎の F 窓、シャカラシカの握手会でお二人に会い推し面になりました。なおちゃんの生のありがとう植木は最高でした。まどかちゃんのクールビューティーも最高でした。全国握手会また行きますというメッセージです。わー、うん、ありがとう植木ね。すごいよね。なんか、うん、なお結構公演とかでも、うんうん、ありがとう植木ってめっちゃいいようやん。言ってるね。だけどなんか握手会に来てくださった方で、うん、普通にありがとう植木って言ったら、うん、生のありがとう植木だって言って感動してくれる人がすごく多くて、いや嬉しいです。何回でも言いますよ。なるほどね。あ、うん、やっぱり1対1だとね違うんだろうね、そのありがとう植木が重みがさありがとう植木が、そう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 、いやー、ね、嬉しい。握手会生で聞いてみてください、うん、続いて渡辺さんネーム松千代さんからです。まどかちゃん、なおちゃん、こんばんは。こんばんは。
何やら最近なおちゃんとエレタンが似ているという話がちらほら聞こえます、うん、私は二人とも変わらないぐらい推していますが、似ているかというとそうかなと疑問系です。まあ顎の形が若干似ているのかなこの件についてなおちゃん自身どう思いますか、来ています。え、まどかはどう思います？まどかは思わないよ、似てると思う、ね、正直、うん、思ったことないあんまり。へえ。でもそう思われてるんだね、結構。そう言われる。いや言われる。握手会とかで。そうなんだ。二人ぐらい。二人か。うん、二人ぐらいに言われたことあって。じゃあこの人の周りの人がその二人なのかな。そう。でエレタンからもファンの方に、うん、なおちゃんに似てるって言われるんですよ。本当に？はい。でもなんか。申し訳なくて、私的に。どういうことそれは。え、私と似てるっていうのが、なんでなんでなんで。いや、なんか申し訳ないんですよ。え、本当に思ってる？いや、思ってる、思ってる。本当に？うん、だから姉妹ですみたいにググタスに載せたりはできない、うん、いやもう恐れ多いと。恐れ多いです。え、そんなことある？こんなに可愛いエレタンに。エレタン確かに可愛いよ。可愛いよね。え、なお負けじと可愛い。え、じゃあどっちが可愛い？え、ちょっと待って。怖い、本当に怖い。ちょっと待って、本当に怖い。あの、めんどくさいって言われるよ、本当に。ごめんなさい。似てるか似てないかはあなた次第ということで。そうです。人それぞれ違いますから。人それぞれ見方でね。 F窓HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかのまどから植木奈緒がお送りしています。あ、森ママこちらにお願いします。さて本日最初のコーナーはこちら。森ママの聞いて差し上げてもよろしいですよ。芸能生活38年の森ママが番組リスナーである渡辺さんのあなたの相談を聞いて差し上げるコーナーです。森ママよー、久しぶり。森ママブリブリ、久しぶりブリ。癖が強いですね。癖が強いわよ。森ママ、ありがとうございます。どうしたのその声、本当に。もう今日もね、解決していきましょうか。じゃあいきますね、森ママ。はい、渡辺さんネーム、うん、札幌在住ほぼ博多推しハヤッターさんからいただきました。はい、森ママ聞いてください。はい、実は最近仕事とほぼ在宅オタ活の毎日で疲れがち。あら。でもこのままじゃいけない、疲労回復にいいものはないかとネットを物色していたらあったんです。お、そんな私に明日への活力を与えてくれる夢のようなドリンクが、うん、その名はモリポビタン V。ところが早速購入しようとアマゾンさんを検索したけど、うん、なんと売ってない、あのアマゾンで売ってないのです。どうやらモリポビタン V はかなり幻のドリンクみたいですね。うん、そんな時噂で聞いたのですが、うん、森ママが厳しい芸能界で30年以上もトップに君臨し続けたのは、うん、モリポビタン V を飲んでるからだそうですね。あら、森ママ噂は本当ですか？うん、そしてモリポビタン V はどうやって手に入れるのですか？うん、最後にモリポビタン V を飲んだ感想も教えてください。うん、めっちゃ聞きますねこの人。興味津々。すごいよ。ねえ。まず、どこで売ってるのか。どこで売ってるのか。これはもうちょっとね、モリポビタン V はもう元々のね、数がね、少ないのよね。ああ。その中でもう私が結構買い占めちゃってるから、入荷困難な状態なの。もう常に品切れみたいな。すごい。そうもう入荷待ちなんだよね、いつも。在庫どれぐらいだったんですか？在庫はもともと、お、どれぐらい買い占めたんですか？あー、それは幻ですわ。そうなんですよ。いやー、すごいですね。アマゾン様様だから。本当に。でもモリポビタン V はどのような感じなんですか？モリポビタン V の効果。モリポビタン V はね、うん、結構炭酸強め、強炭酸なんですよ。へえ。そう、炭酸大好きだから私。若いでしょ、うん、いつまでも若い。そう、そういうところなのよ。まあそうですね。はい、面白い、こういうのも。行きましょうかね。ですね。はい、渡辺さんネーム、バラヒナさん、19歳の方からいただきました。はい、最近なぜだか急に全然会ってなかった友達や、うん、高校の時のそんなに喋ったことのないクラスメイトから遊ぼうと誘われることが増えました。ほら、ツイッターはお互いフォローしているけれど、うん、LINE は知らなかったりと微妙な距離の友達から
から遊ぼう会おうと誘われまくっています、うん、ちなみにみんな女の子です、うん、ずっと連絡も取っていなかったり本当に久しぶりの子ばかりで不思議な気持ちです、うん、これは同性モテ期到来かというほどに、うん、昔そこまで仲良かったわけではない子たちみんなが突然連絡してくるのが自分でも分かりません、うんうん、こんなに一気にいろんな人から誘われるのはなぜなのでしょうか。やはりモテ期到来なのでしょうか。モテ期到来だったらいいね。うん、やっぱ森ママもこういろんな人から誘われたりするんですか。まあ、この業界やっぱそういうお付き合い大事だから、はいはいはい、そういうのは大切にしてるわよ。じゃあもうずっとモテ期って感じですかね。まあもう本当にもう人気者だからもう。なるほど。30年トップに君臨してるからね。いやーさすがですね。なおちゃんはどうなんですか。なおちゃんですか、うん、まあそうですね、握手会とかにもやっぱ来てくださるファンの方がいるので、うんうん、今がモテ期なんじゃないかとそうだね。すごい反応に困る。そうだよね。そうでももっとね、うんうん、もっと大きいモテ期が来ることを期待して頑張っていきたい。もっと大きいって、どうしたらモテると思いますか。私え、そっち、え、これを解決するんじゃなくてすいません、私の相談になっちゃったモテると思いますか。うん、まずは、うん、喉を直した方がいい声を直しましょう。可愛い声にしてね。風邪じゃないんですよね。風邪じゃないです。うん、よかったよかった。ずっとこれ。じゃあこの子は、うん、もうこれを機にもう仲良くなるしかないでしょ。その子たちとね。そうそうそう、輪を広げて友達も増えるし。そうそう、さらに仲良くなって。いいことばっかりということで解決しました。はい。じゃあ続いて、うん、渡辺さんネームコナンドリルさんからいただきました、はい、うん、僕は趣味を聞かれた時にいつもすごく困ります、うん、僕の趣味がアイドルを追いかけて全国を飛び回ることだということを相手に教えるべきか否か悩むのです、うん、変な空気になってしまう可能性があって嫌なので他の趣味を言おうと思うのですが、うんうん、僕の他の趣味がパンケーキしかなくて結局どちらを言っても変な空気になりそうです。僕はどうしたらいいでしょうか。ねえ、もうこれはもう堂々とさ、うん、僕はもうアイドルを追っかけてます、うん、他にはって聞かれたパンケーキを食べることです。もう堂々とするしかないでしょこれは。確かにねえ、それ誇りを持って自分の趣味 に、そうですね、それ大事ですよ。じゃあもし、うん、変な空気になってしまった時の対処法とか。変な空気、アイドル好きなんですよって言ってシーンってなったっていうのは冗談でマージャンです、マージャンみたいな。そう切り替え大事。切り替えね。そうそうそう、一旦空気を見て、そう判断する。それでもしさ受けるかもしれないじゃん、え、アイドルみたいな、うん、え、誰が好きなのとかなったらラッキーじゃないですか。ラッキーラッキーラッキー、本当に。そうそうそう、どっちに行くかですよね。そう、もうどっちに転ぶか仕方ないですよ。だってその時のために趣味を増やしとく。あー、いいね。それが大事かもね。ね、無難な、なんか、そうそう、なんとなくありがちな、そう、なんだろう、ボーリングとかかボーリングとカラオケってついでいいんじゃないですかね。言われてもね、そう、腕を見せる場はそんなないし、そう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 、言っとけばいいみたいなとこありますもんね、うんうん、コナンドリさん大丈夫かな。頑張ってください。はい、森ママありがとうございました。メロンちゃんにメロメロ、渡辺さんネーム紫のカーネーションの人さんからです。元気ありませんねご主人様。そんな時は、はい、森ボビタンボーイ、元気になりました。そして私のことを好きになりました。HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかのまどから森安まどかと植木直がお送りしています。続いてはこちらのコーナー、まどかのダジャレクラブ、イエーイ。私たち HKT48 のメンバーがひたすらダジャレを繰り出してダジャレを楽しむというコーナーです、うん、東京モノレール、いつでも乗れる、よくないですか。いいと思います。1年前来た時もこれ言ってた。え、うんね、もう書いてあるからしょうがないんですよそう、自ら言ってるわけない。コーナーの中で実力をってことですね。そうそうそう、はい。渡辺さんネーム竹庵さんからいただいたメッセージをまずは紹介していきます。はい。竹庵の多分昔話、待ってました。昔昔あるところに赤鬼さんがいました、うん、寂しいよ、お友達が欲しいよといつも村人と仲良しになりたがっていました、うん、それを見かねた青鬼さんは、僕が村で悪者になるから赤鬼さんはそこで僕を懲らしめてと言いました。ほうほう。二人は村へと降り、悪者のふりをする青鬼さん、そしてついに赤鬼さんが止めに入ると、なんと青鬼さんはとんでもないことをしてきたので、ついに赤鬼さんは怒りました。
ライターは顔に近づけないで。なるほどですね。なるほど。なるほど。わかりましたよ。そういうことですね。ピンときた。もう一瞬でピンときました。ライターは顔にってことですね。ライター顔に。なるほど。いやー、頭いい。そう、この人ね、これシリーズ4作目でした。そう、本当に超大作ですごいですよ。先日の握手会でまどかちゃんに、多分昔話本当好きだから次回作も送ってよね、かっこプレッシャーという生で言われたので、より一層励みになりました。しかし照れます。おー、うん、すごい。結構まんざるでもない感じですね。ね、ノリノリ、ありがとうございます。ありがとうえき、ね、ありがとうえき。次回も楽しみにしてますよ。はい、続いて渡辺さんネームあひろさんから今日のお題をねいただいています。僕が大好きな韓国料理ダジャレでいきましょう。キムチが大好きなこの気持ち。コチュジャン選ぶならコチュジャン。チヂミを食べても背は縮みません。おー、いやー、もうなんか言われちゃった感ある。難しい。もう全部出し尽くされた感あるよね。うん、難しいな。なんだろうな。じゃあね、まあ腕鳴らし程度に、はい、いきます。ここのお店のタッカルビ高っ。イエーイ。じゃあいきます。はい、どうぞ。冷房効きすぎてない？サムゲタン。おー、うまい。サムゲタン。サムゲタン食べて温まる。そこまで考えられてる。そうなんです。今思ったでしょ。一瞬でよく読み取ってくれましたね。じゃあね、いきますよ。ビビンバ食べてビビるバー。最後のバー何なんて言おうと思って、ビビるんばみたいな、そういうやつよ。おお、ノリノリになっちゃった。じゃあいきますね。おお、どんどん出てくるね。このプルコギプルプル。おお、美味しそう。美味しそうでしょ。じゃあね、次はカムジャタン食べたら舌をカムジャタン。わかる。言いたいことわかるでしょ。わかる。いや、本当に食卓で使えるダジャレ。じゃあ行きます。お、テンション上げ上げでテンジャンチゲチゲ。ちょっと待って、全然わかんない。テンジャンチゲチゲわかんない。テンジャンチゲチゲ全然伝わってこない。伝わってこない。どういうこと、全然わかんない。テンジャンチゲっていうのがちょっとテンション上げに見えたから、ちょっとやってみました。じゃあ私はこれでいきます。お、スンドゥブチゲ食べてスンドゥブチゲチゲ。それそれもうもはやや、ろもはややん。テンジャンチゲもなかなかそれ言えないよ、人のこと。もはややんだって。もはやですよね。もはや全然わかんないから、もはやなんだろう。もはやですよ。あ、めっちゃお、いい、うん、どうぞ。このカナリエキス、かなりエキス出てるやん。おー、うまい。うまいね。うまいやろ。ダジャレ得意なんやね。まあまあ、それほどでもないですけど。いやいやいや、まどかほどではないですけど。いやいやいや、うわ、うまい、すごかった、さすがですわ。よかった、うん、F まど。いよいよ今年も AKB48 総選挙の季節がやってきました。第8回目となる AKB48 選抜総選挙は NGT48 が誕生したばかりの新潟で開催されます。 AKB48 の45枚目のシングルの選抜メンバーおよびカップリングメンバー合計5グループの総勢80名をファンの皆様の投票によって決定いたします。開票は6月18日土曜日、ハードオフエコスタジアム新潟にて。詳しくは AKB48 45th シングル選抜総選挙オフィシャルホームページをご覧ください。はい、はい、どうですか、なおちゃん。今年は目標を去年と一緒に48位にさせていただいてるんですけども、うん、あ、 48? 48 です。緊張するよね。この間速報があったばっかりで、速報があったばっかりで、そうですね、なおもまどかも一期生なので、うん、そうだね。 HKT のメンバーがたくさん速報ではね、うん、ね、ランクインしたよね。うん、それはすごくめちゃめちゃ嬉しかったんですけども、やっぱりみんなに負けたくないっていう気持ちは、そうそう、闘志メラメラ。
一期生ということで強いので強いですよ。応援していただけたら嬉しいなと思います。お願いします。お願いします、はい。なお今年も AKB48 総選挙公式ガイドブック2016が発売になっています。お買い求めの上ぜひそちらもご覧ください。皆さんの応援よろしくお願いします。HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かの窓から。送り先のメールアドレスはhkt48@fmfukuoka.jp hkt 数字の4と8@fmfukuoka.jp です。 hkt48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かの窓から、森安窓かと植木直がお送りしています。お次のコーナーはこちら、今週の一番推し、イエーイ。このコーナーは皆さんからいただいたおすすめのエンタメ情報を私森安まどかが紹介して、みんなでわー面白そうだねというコーナーです。映画とか小説とか漫画とかアニメとか音楽などのエンタメ作品を中心に、リスナーである渡辺さんのあなたが今一番推しているものを熱く語ってください。あなたになり代わって森安まどかが熱苦しくそのメールをご紹介いたします。今回は、はい、渡辺さんネーム笑うセールスマンことロックパパさんからいただいております。はい、まもなく2016年6月18日土曜日にハードオフエコスタジアム新潟で AKB 選抜総選挙が開催されますが、メンバーファンの皆さんが新潟に集結されると思います。今のご時世ネットでちょいちょいと調べれば新潟の観光名所等は出てくると思いますが、ここではそんなネット情報とはちょっと違った視点でご紹介したいと思います。この方新潟在住の方なんですね。まずは NGT 劇場のあるラブラ2ですが、劇場がオープンしていなければ行っても、今はピンポン玉の入っている大きな壁面、そのうち赤のピンポン玉で埋め尽くされる予定です、と選挙ポスターが見れるくらいで、他の劇場と同じくロビーには赤の鉄格子で入れません。近くに NGT グッズを売っているお店もないので要注意です。食事は当然コシヒカリの産地新潟なので、お米は美味しいだろうと思って食べると意外とえっとなるかもしれません。本当に美味しいのは NGT メンバー佐藤安寿ちゃんの出身地魚沼地方の旧スモン村、旧湯の谷村、旧広上村、旧ゆりひろせ村で採れた、それも名のある農家の方が丹精込めて作ったコシヒカリをかまごで炊き上げたものが最高です。ただし新潟市内で食するのは難しいです。それこそ魚沼市まで足を伸ばさなくてはいけません。では何を食べるか、海の幸も美味しいといえば美味しいのですが、海のある町ならばそうそう変わらないので、おすすめはヘギそばでしょうかね。新潟市内にある、あるある、新潟市内にある小島や須坂屋さんあたりのヘギそばでどうでしょうか。観光といっても時間がなかったりすると思うので、ここは国の重要文化財にも指定されている万代橋、過去よろず用橋をバックに写メを撮っておけば、新潟に行ってきたと自慢できるのでは。それこそ NGT の曲であるマックス時315号に乗って新潟に来られたら最高ですね。まーちゃんは4月に新潟に来られているし、2014年にも来ておられるので、まーちゃんなりの新潟の感想をよろしくです。それでは新潟県民としてお待ちしております。そしてまーちゃんの目標順位である24位以上で歓喜の宴ができることを楽しみにしています、ということです。ありがとうございます。ありがたい情報ですね。ねえ、これは確かにネットで見た情報より在住の方からいただいたっていう方がね、なんか確かにすごいのかもと思っちゃう。コシヒカリがちょっと意外だったかな。確かにね、お米美味しいだろうと思ってたね。なおもえっとなりますよ。だってえっとなるの言っちゃうんだそれ。裏とかいいね、そそられる。県の中でさ、ここのお米はすごいとかさ、うん、ここのお米はこうとかあるのがすごいよね。ね、しかも名のある農家の方だってよ。その中でも農家にあれがあるってことでしょ。なかなか食べれないんですね、じゃあ。へー、でも私さ、スーパーのガラガラあるじゃん、あれでね、魚沼産のコシヒカリ開いてたことあるんですよ。え、で、かまどで炊かなくても美味しかったですよ。普通のより、美味しかったですよ。だから自信持ってください、新潟の方。えってなりません。えってなりませんでしたよ、本当に。ここに行った方がさらに美味しいってことなんですかね。
でもこの間さ、あの出張公演で行ったやんか。行った。あの時は海の幸をね食べましたよね。海鮮も美味しかったですね。美味しかった、ね、よかったよかった、うん、へぎそば食べてみたいな。食べてみたいね。食べたことない。へぎそばってこれ写真載ってるけどさ、うん、3,4 人前を丸めて盛り付けてるんだって、うん、食べやすいってことかな。ねえすごいよね。ほんと一口大に丸めて。薬味は刻みネギとともにからしを用いるのが特徴だって。わさびも最近では用いられますって書いてるよ。ね、もともとからしが主だったのって。写真だけ見ても美味しそう。バンダイ橋もさ、あれに出てくるよね、 NGT の曲に出てくるね。ラブラツーってね歌ったね。覚えて歌ったね。出張公演この間行った時も。そう、また行きたいよね。行きたい。出張公演でもすごい素敵な劇場だったんで、綺麗でね、うん、新しくて行ってみたいなと思います。総選挙でね、まずは新潟行くんでね、うん、はい、頑張りたいと思います。はい。 F 窓HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かの窓から、森安窓かと植木直がお送りしています。さて続いてはこちらのコーナー、渡辺さんからの挑戦。 F 窓のリスナー渡辺さんからいただいたクイズや謎々をもとに、私たち HKT48 のメンバーがその謎を徹底的に究明していきます。見た目アイドル、頭脳は大人、その名探偵窓かいいね、この必死な感じ伝わった。いいね、伝わった。伝わった。渡辺さんネームロンアルさんからいただいております。なんだなんだ。6月9日といえばロックの日ですね、うん、そこでこんな問題を用意しました。問題です。てれん。長崎県出身のパンクロックバンド王道坊主、バンド名の由来は長崎の方言ですが、その意味は知っていますか。だって、え、王道ローズ、王道坊主、王道坊主、王道坊主、全部漢字で。私この方たち勧められました、あの握手会で。王道坊主いいよって。え、横に道に坊主ね、うん、これはえ、これ全然わかんないです。意味、方言、王道門、王道門って言うんでしょ。わかんない。はい、正解がきます。答え、悪ガキ。1989年のファーストアルバムダーティーマーケットに収録されている不発弾という曲は、これぞパンクロックという歌詞で、 CD を聴くとその全貌わかりますが、歌詞カードは曲名のみの記載で真っさら。それでもインパクトのある尖った歌詞は今でも耳に残っています。ジャケット写真と歌詞カードです。だって、ほんとだ、もう歌詞カード、歌詞に書けないぐらいってこと。え、尖ってるってこと。うん、すごくない、ほら見て。え、すごくない。だからもうジャケットもすごいですね。まっさらじゃん、攻めてる。え、ほんとだね、王道坊主、王道坊主、悪ガキ中の悪ガキなんでしょうね。でもマドカってバンドとか好きなイメージ。バンドめっちゃ好きです。私今はベースボールベアにハマってて、あとチャットモンチーが好きです。あ、はいはい、そこら辺の年代なぜかちょっと前ぐらいに今はハマってるかな。でも一番好きなのはスピッツさんですかね。とかクルリさんとかも好きです。うん、知ってる。そう、フジファブリックも好きですよ。知ってる。知らないそれ。知らない、そんな感じ。めっちゃ幅広いね。うん、めっちゃ幅広い。ラッドウィンプスとか知らない。あ、聞いたことある。知ってる、うん、バックナンバーは知ってるでしょ。知ってる知ってるでしょ。うん、じゃあバンプ、あ、知って、バンプオブチキン。そうそうそう。なおね、スキマスイッチが好き。スキマスイッチはあのバンドじゃないの。ちょっとなんか近いやん。そうだね、うん、スキマスイッチが好きですよ。やんだらキロロ聞くんだもんね。やんだらキロロ聞く。メロンちゃんにメロメロ、渡辺さんネームポヨさんからです。ねえ、起きて起きてよ、もう少しだから聞いててよ。HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かの窓から、森安窓かと植木直がお送りしています。続いてはこちらのコーナー、 F 窓グルメ研究所。イエーイ。このコーナーは皆さんの日常の食卓にまつわる疑問やちょっとした工夫をはじめ、日本全国の食にまつわる風習などを HKT48 メンバーが聞いて、へーというコーナーです。
へーって言うんだよ。へーっていう準備しとくね、じゃあ。よろしくね。わかった。はい、今回は渡辺さんネームりょったんさんからいただいたメッセージを紹介します。へー早い早いじゃあ早すぎてちょっとツッコミついていけなかったからごめんなさい。あ、まだまだ我慢します。食パンの何枚切りの地域差と境目大調査以来、こんばんは。こんばんは。こんばんは。先日大阪に住んでいる友達と話をしていた時に、関東は薄切り食パンが多いからと言われました、はいはい、一瞬意味が理解できずによくよく聞いてみると、関東には4枚切り5枚切りの食パンを売っているお店が少ないというのです。確かに気をつけてみると6枚切りや8枚切りの食パンが大半でした。多分関東は薄め、関西は厚めが好まれていて、お店に並びやすいだけの違いだと思うのですが、そこで一つ疑問なのが、食パンの厚さの境目は日本のどこなんだろうということです。例えば九州や北海道などではどうか、うん、ほぼ真ん中にある名古屋ではどちらの厚さなのか、あ、サンドイッチと作る際も厚めのパンで作るのか、うん、考え始めたらキリがないので、ぜひ全国の渡辺さんたちに調査をお願いできませんでしょうか。お味噌汁の回で発揮された力をお借りしたいです現在私は千葉在住ですが、6枚切りや8枚切りが主流で、サンドイッチを作るときはさらに薄い10枚から12枚切りです。だって12枚。じゃない、へーだよ。あ、へーフライングしたのにごめんなさい。そう、12枚切りって食べたことある？見たこともないかも。私もないな。だって福岡は5枚、6枚、うん、5枚くらいじゃない？うん、6枚かな。うん、サンドイッチの時は確かにね、あのサンドイッチ用ってことで10枚買いますけど、あるね、うん、12枚たなんかあんまり馴染みがないな。薄いよね、ね、不思議ですね。不思議だね。これは確かに調査しないとダメですね。気になってきた。確かにね、お味噌汁の回すごかったんですよ。え、結構な地域差っていうか、結局家庭の問題だったんですけど結局は各家庭で違うからね、うん、まあ、あれなんですけど、食パンもそうなのかな。すごいね、どっからってさ、パキって分かれとったらすごくない？すごいね、京都から西はこっちですもうね、絶対6枚ですみたいな。やばだったらすごいよね。へえ、ちょっと楽しみですね。楽しみ。食パンの何枚切りか問題をね調査したいと思っていますので、ぜひ皆さん食パンについてのメッセージお待ちしております。待ちしてます。 F 窓、森安まどかと植木直がお送りしている HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か、まどかの窓から。あっという間にエンディングがやってきてしまいました。あら、寂しいよ。寂しい、もう寂しい寂しさ伝わってくる。寂しい。さすが。ここでは渡辺さんネーム海翔アットごぼ天推しさんからのメッセージを紹介します。はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。長崎市から福岡県の大学に通い始めて2ヶ月が経ちましたが、仲良くなった友達から長崎独特の方言をいじられるようになりました、はいはい、普段何気なく使っている言葉は方言だったのかと気づかされます、うん、まどかさんは長崎弁のことでメンバーから何か言われたことはありますか？ぜひ教えてほしかっさーって。あー、これ長崎弁。ほしかっさーも長崎弁なのかな。うん、なんとかっさねって言わない？言わん言わん、それ長崎よ。ほんと、うん、でも全然わかんないね。うん、確かに自分じゃね、自分でと言ったら。でも伝わることは伝わるよね、うん、伝わる。でも方言言ってんなって思うよ。ほんと言ってんな何それ方言出ちゃってんなって思うよ。思わず出ちゃってんな。可愛いその方言。ほんと、欲しかった、うん、でもまどかの長崎弁って、うん、あんまりさ聞く機会ない。福岡のこと話す機会が多いじゃん、うん、メンバーはほとんど福岡だから、うん、とかあと、まあ、村重だったら山口とか、うん、そうだからね、いろんなこの方言が映っちゃって、はあ、アンナがさ時々さ先生のこと先生って言うじゃん。言うね。あれもね、私映ったのかもともとそうだったのか覚えてないんだけど、うん、先生って呼ぶんですよ。そうだからみんながいやもうまた先生って言ってるよ、それ変だよって言ってる中、すごいなんか私もああそうなのかなと思ってる。でもいろんなこの映る、だから今中間ぐらい多分佐賀あたりだと思う。便利、佐賀あたりなんだ。なんか方言言う？自分でもこれは気づかんやったっちゃけど、うん、よくあーねって言うやん。
あーね、うん、あーねびっくりした時とか、うん、初めてそれを知った時とか、うんうん、元から知ってたよっていう時も、うんうん、いつでも使える便利だよね。便利。あーねとか、あーねとか、あーねとか、そうそうそう、わかるわかる。でなおはそれもう普通と思っとったっちゃん、うんうんうん、したら福岡だけみたいよ。あーね、うん、嘘、そうなの。そうそうそう、ファンの人に言われて、それはちょっとびっくりだね。うん、ほんとびっくり。あーねって全国共通だと思った。こんな便利な言葉ね、うん、全国に広まればいいのに。便利な言葉なるほど。え、ファンの人から教えてもらったんだ。そう、教えてもらった。びっくりしたでしょ。そうやけど、その、うん、あーねって方言なんだよって言われても、あーねって言っちゃうぐらいそれに対してもね、そう言っちゃうぐらいなるほど、もう自分に染みついてる。染みついてる。へー、びっくりですね。あーねそう、そんな感じはい、続いて渡辺さんネーム拓郎さんからです。まどかさん、なおちゃん、こんばんは。こんばんは。あれ、なおちゃんは呼ばれて収録してるんですかね呼ばれてますよ。いじられてますね、うん、5月に大阪で行われた握手会で初めてなおちゃんと握手させていただきました、はい、緊張して初めて来ましたと軽く挨拶するくらいで精一杯でした、うん、終わって戻ろうとした時、ありがとうべきはと呼び止められて本当にびっくりしたと同時に、これを言わんでどうするとばりに帰りありがとうべきと初めて口に出して言いました、うん、以後植木推しになりつつある今日この頃です。今では仕事場でもお礼を言うときはありがとう植木が出そうでヒヤヒヤしていますそれではこれからもお仕事頑張ってくださいっていただいてますよ。嬉しい、ありがとう植木たまに言わせるんですよね、ファンの人に。そう、それはみんな言うの。みんながみんな言ってくれるわけではないんですけどまあありがとう植木はって言うと9割の方がありがとう植木って言ってくれますね。優しいね。そう、優しい、うん、でも私もね、なおのことを推してるファンの人とかが遊びに来たよって来たりすると、うん、私も言う、ありがとう植木って言って、あ、嬉しい、ウェーイみたいな、わかる、なんかそう、わかる、ノリがね、うん、伝わるというか、知ってんのみたいな、言うねみたいな、そういうあるよね。そうそうそう、なおマドラーさん来たら、わ、マドラーだって言うよ、ウェーイってなる、ウェーイってなる結構お決まりなんですよ。お決まり、 その子のちょっと言葉を言うみたいな結構あるあるですよ ね。でももう仕事場でも、うん、ありがとう植木が出そうでヒヤヒヤっていうのは、うん、もうこれはもうハマっちゃってますね多分。あ、結構来てる、重症ですか。はい、もう戻れないとこまで来てます。あら、もう立ち止まれないですよ。もう無理です。もう振り返っちゃダメです。そうです、はい、ぜひまた来てくださいねこれはさ、浸透してるの、ありがとう駅っていうのは。いや、それはなおが聞きたいよ。なおが聞きたいの。浸透してるんですかでも結構使ってるよね、初期の頃から、うん、そう、初期の頃、サッシーがちょうど来たあたりからかな。4年ぐらいじゃん。そう、4年言い出して早4年ぐらい経ちます。で、1年目から今年は流行語大賞だって意気込んでたんですけど毎年言ってるよね。毎年言ってますけど今年もかな。じゃあ今年もぜひね、楽しみだね。なんか重要な役割とかしてるお仕事の方いたら、流行語大賞について取り上げてもらってお偉いさんがいたらね、ぜひ、うん、お願いしたいですね。なるほどね、うん、はい、嬉しい。また来てください、握手会、はい、続いて渡辺さんネーム、さけみんさんからです。まどかちゃん、なおちゃん、こんばんは。こんばんは。先日マリンメッセで行われた握手会に参加しました、はい、今回から握手会の会場にイベントステージがあり、いろんなメンバーがステージに出てきて興味のあることを熱く語ったりネタを披露したりしていたのですが、うん、中でもなおちゃんのほんわか座談会はダントツで良かったですなおちゃんやゲストの話が面白すぎて、座談会の間ずっとお腹を抱えて笑っていましたまたなおちゃんの仕切りもゆるい感じでありながらちゃんと仕切れていて、まさにほんわか座談会という感じでした。嬉しい。次の機会ではまどかちゃんもぜひゲストとして出してあげてほしいです。パクパク姫、よろしくお願いします。わー、ありがとうべき、ベタ褒めだよ。ベタベタ褒めだよここでもありがとうべき言うんだね、うん、さすがだね。嬉しい。パクパクも言ってるよね。パクパクね、そういうの多いよね。そう、多いのよね、べき語多い。そうなんです。だから最近押し出したとかいう方が、うん、すごい大変っていう、その語源の元を探すのに覚えなきゃいけない、苦労してるみたいで申し訳ない気持ちもありますけどね。おめでとう駅は使わないけど、ありがとう駅は言うみたいな、そう、そういうのも覚えなきゃいけない。私はありがとう駅しか言ってないんです、
あ、なお自身はそうなんだ。だから握手会で例えばファンの人が、うんうんうん、おはようウェイキンって言ってきても、うんうん、おはようって言っちゃうんですよ。あ、そこ意地張っちゃうの？意地張っちゃうんだ。ダメだよ。いや嬉しい、その言ってくれる分で嬉しいんですけど、うんうんうん、私はここで言っちゃったら、うん、なんかそのよくわからなくなるなと思って。今まで積み上げてきたからね。積み上げてきたものが。でもこのイベントステージ、この座談会のメンバーゲストいつも3人来てもらってて、うんうん、いやなおはまどかに来てほしいんです。え、来たい。なあ、まどかは忙しいんですよ。いやいやいや。え、誰が来てくれるの？え、この間は大阪の時とかはなことかも来てくれて、うん、あとピーちゃん、イモムチも来ましたし。あ、すごそう。そう、アイちゃんとかみなぞわかちゃんとかも結構みんな。そうなんだ。そう、結構いろんな子が座談会踏んでるんですね。そう、ちょうどその時間に来れる子、うん、あ、そこも緩いんだね。その人選も緩いんだね。人選緩い、もうほんわかしてるんだ。あ、そう、なんかこうその時間空いてるメンバーがドッと送られてきて、うん、決めてっていう風に言われるんですね。緩いね。いろいろ考えながら、うん、でも楽しそう。そう、まどか来てほしい、うん、行きたい。パクパク姫はこれ何なの？まずパクパクというのは、うん、ググタスでお休みの言葉を作ろうと思った。みんなオリジナルで作って、よくね言ってるよね。で作ろうと思ってできたのが、うん、お休み野菜パクパクっていう。野菜、そう、お休み野菜、うんうんうん、で、あの野菜もちゃんと食べてねって意味でパクパク。そういう深い意味があったんだね。メッセージが隠されてたんです。優しい。バランスよく野菜もちゃんと食べなさいよって。なるほど、お休み野菜パクパクにね。そう、そんな意味が込められたんだ。今は？今は、うん、あのお休み団子に変わってます。お休み団子、それは何？団子もちゃんと食べてねって。いや違う違う、やっぱ団子屋さんがめっちゃ似合うっていうので、うん、ちょっと一回こうなんか話題になったじゃないですか、ね、それを引きずって、うん、その時ちょっと調子に乗りすぎて。調子に乗ったの？あのお休み団子っていう風に何もかかってないんですけど。何にもかかってないよ。団子をくっつけるっていう。もうマイコも見習ってくださいよ。お休みの言葉のね、そうバリエーション、もうすごいからマイコムは。はい、ちょっと秋っぽいところがあるので。あ、そうなんだね。ちゃんとマイコムのように楽しみにしてますよ。はい、新作もね、はい、お願いします。じゃあ最後のメッセージです。渡辺さんネームパクパクもやっとさんからです。この人もパクパクもやっとありがとう、嬉しい。初めてメッセージを送らせていただきます。いつも楽しく聞かせていただいています、はい、なおちゃんゲストは約1年ぶりですね、うん、さて4月から K4 の公演が最終ベルが鳴るになり、初日ユニットでなおちゃんが15人姉妹の歌、まどかちゃんがリターンマッチでしたが、うん、実は記念すべき初日でこのユニットやりたかったなという曲はありますか？私は公演を生で見たことがないので、機会があれば西鉄ホールに見に行きたいです。ダラダラと書いてしまってごめんなさい。2人のさらなる活躍を期待しています。読まれるといいな。なんか謙虚ですね。謙虚、読みたくなりますね。ね、読みましたよ。もう優しい。やったやったユニット何かやりたかったなっていう曲ある？でもあるあるでもファンの人に私何やると思いますか、うん、みたいに聞いた時に、うん、意外と初恋泥棒とかがめっちゃ多くて。あ、そうなんだ、そっち系か。そう、なお確かに初恋系多いもん。どっちかなんよ、なんか15人姉妹か初恋泥棒か、うん、なるほど。でもファンの人がそっちが良かったんだ。そっちが良かったっていう方が結構多くて、うんうん、だから本番多分初恋ドラマに奈緒が出てこない時点で、うん、あ、もう15人姉妹だってみんな多分どっちかな、そう二択なの、分かったと思う、バレちゃったと思う、1曲目で。面白い、そうなんだね。だからちょっとその期待に応えたかったなっていう部分もあります、うんなるほど、見せてあげて、ね、初恋泥棒ね、うん、でもいずれやりそうだよね。そう、いずれなお、シアターの時も5個ユニット全部、うん、すごいしてたんですよ。だからいい、ね、まあいずれやると思います、うん、お楽しみにって感じか。まどかは、まどかは、うん、ごめんねジュエルがね一番好きかな。そうユニット曲の中でっていうか、まあ、全体1曲含めても、うん、結構 1,2 番ぐらいに好き。そうなんや、うん、ごめんねジュエルいい曲好きだな。その曲として好きかな、やりたいっていうよりね。でもリターンマッチもうめっちゃハマってる、うん、本当に、うん、でも本当にね全然自信なくねやってるからね、うん、本当。そうでもまあなんとか頑張ってる。こないださリハでさ、うん、初めてね椅子でね盛大にやっちゃったの。そう初めてあざできたの。あの椅子さ、うん、ガチの椅子だよね。ガチの椅子なんです
偽物じゃないやつなんですよ。椅子と踊るっていうのがまずすごいし。すごいよ。鉄だよね、あれ。そう、鉄。本当に鉄だれ。すごいんですよ。鉄だれ。痛そう。本当にすごいんですよ。やばいね。そう、だからね、ちょっとびっくりしたって話かな。うーん。まあ今はね、始まったばっかりですしね。そうね。お互いね、与えられているユニットで。極めて、どんどん極めていけるよ。はい。頑張っていきたいと思います。はい。F モードではあなたからのメッセージを募集しています。各コーナー宛てにもぜひメッセージを送ってください。メールアドレスは hkt48@fmfukuoka.jp hkt 数字の4と8 @fmfukuoka.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしてます。 hkt48 渡辺通り1丁目 FM まどかまどかのまどから、お相手は森安まどかと週替わりメンバーの植木奈緒でした。バイバーイ。パクパク。